星総一郎のレトロゲームサンデー。さあ、ディスコを読み込んでおります。ああ、この BGM がいいんですよ。2階のレスオブデストラクションが好きなんですよ。あ、こっから強いかもしんねえ。こっから強いかもしんねえ。半キャラずらし。おお、いける。あ、弱いかもしんねえ。この BGM かっこよくない？かっこよくない BGM これ。ねえ。星野さんかっこよくない？これ。めっちゃいいよね。もうずっと聴いてたいよ。いや、いい、その音楽いいよな。あ、口ずさんでしまうんですよ。お、宝箱。よし。キーボードさばきを見よう。おうおう、びっくりした。半キャラずらし。ちょっといろいろ言っときたいから探索します。周りからなんもない。うん、あっちかな、宝箱。あれ、こっちかな。おや、あ、やった。おい、ちょっと待て。なんだなんだなんだ、あいつなんだ。半キャラずらし効かん。お、効かん、半キャラずらし、なぜか。なんだこいつ、マジか。この隙にと思ったけど。宝箱は取りたい。あ、え、俺やられる。待って、いや、回復しない。まずいぞ、これはまずいぞ、まずいぞ。あいつとは戦闘はしてはいかん。どうしようかな、進もうかな。宝箱、あいつからちょっと宝箱を取るのが、あいつをなぜか倒せないから、まあ一回す、あ、ない、ないね。ないね。おー、やばいやばい。お、やばい。お、なんだ。うわー、やられてしまった。やられてしまったぜ。まあ、こっからね、ちょっと待って。でも、どうだ？行くでしょ、ちょっと。んで、どうだろうな、あの宝箱はちょっと放置して進んだ方がいいのかな。あ、やられる。マジか。やっぱりダメだな。半キャラずらししないと。こっから先はね、適当に行ったらやられますね。なんだ。あ、広いな。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。ああ、やばい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 。ちょっと待った。おい、ちょっと広いな。ここ複雑だな。この階ちょっと複雑だからどうしよう。ああ、あいつは倒せそうよ。ああ、ダメか。宝箱どうしようかな。いろいろあるね。
これでも、休憩ポイントがね、回復ポイントがないのかな、これ。ないと辛いよな。ちょっとここで、ね、経験値稼ぎとかしたいとこだけど、ないよね。回復ポイントがないとちょっと、ただ右の方に取れる宝箱があったんで行きます。ここちょっと広いね。危ない危ない。あ、でも、やっつけられる。よし。こいつこいつ。あ、やばい。うっそー。 あれ、半キャラずらしだったのに、ずらしをキャンセルされたぜ。どうしよっかな。さっきのボスのとこだと安全地帯でヒットポイントが戻るらしいです。まあだからね、基本的に経験値稼ぎプラスレベルアップでこう進んでいくゲームですからね、 RPG はね。まあそれをやりつつ、おー、いい、気持ちいい、気持ちいいのだが、さっきの、まあ、少しでも宝箱を取りたいんですけど、あそこかな、あいつかな、あいつがさ、半キャラずらしキャンセルを使ってきたから、高等技術。あ、ちょっと待って、おい、倒せた。鍵か。これでも全部他のところもその可能性あるね。となると、と無理をせず、でも結構経験値高いのかな？もしかして。お、40入る。結構いいね。じゃ、ここでやっぱちょっと稼ぎつつ、お金も貯まったらその装備を新しくしたいという感じでしょうか。イェイ。よし。ちょっと回復。よし、はい。地道にね、経験値、お金稼ぎをしながら、ちょっとずつ探索していくターンです。ちょっとね、劇的な進展はありませんけどもね、そういうものなので。さあ、じゃあどこ行く、次は。さっきのさ、あれだよね、倒せない敵のとこのアイテムが取れたらいいけども、しあれかな、死ぬ覚悟で行くか。あ、でも、あいつのとこは取れそうだな。あいつのとこは取れる。よしよしよし、こいつね。こいつ、ただ、あいつに何度かやられてるから。おーっと、マジか、いきなりか。あ、間違えた。間違えた。半キャラずらしやろうと思ったら上に行かなかった。あー、なんてこったい。まあでも、宝箱は取れそうなんで、いきます。下の方でしたけど、これこれ。
あ、やった。よし、これならいけた。ハンキャラずらし強し。うわ、絵鍵か。全部かな。このフロア全部かな。だとしたら、ちょっと次行けるとこ目指したいけど、そうなると、回復ゾーンがなくないよね、多分ね。だとして、どっから行けるか。どっから行けるんだ、これ上。上というか、下というか。あ、あ、しまった。おお、いけた。危ねえ、危ねえ。あ、でも経験溜まってるよ、ちょっと。あ、お金もちょっと溜まりやすいかも、これ。これ、鎧変えるんじゃない？ちょっともうちょっと頑張れば。あとさっきのルビーってあれ、なんか売れるやつとか違う？売れるやつとかではない？お金になるやつとかだっていいんだけどさ。ちょっとどうでもいいけどセーブしよう。大事。こっちはあれかな、あの倒せないやつばっかかな。うん、こっち来てよ、こっち来て。おい、進みます。でもこっちから行けそうだよね。さあさあさあ、慎重に進んでおりますが、違いました。いやで、お、これ降りるやつ？あ、で、ってわけではないのか。でも降りてるよね。だ、これがあれか、さっきの最初に来た。おー、危ない、ちょっと。あ、待って、ずらそうとしてんのに横に移動してくれなかった。マジか。これはちょっと辛いな。あ、ここだよね。あ、違うか。あ、だから火の玉し、さっきの。あいつを巻いて宝箱してきます。あいつを巻いて宝箱チャレンジ。なんで待ってんの、なんでそこで待ってんのね。だったら回復するよ。しないけど、じっとしてるから回復してくれよ。ほっ、あー、ダメか。まあ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 待って。まあ待って。まあ待って。どっからだっけ？あ、ちょっと、ちょっとこれやっぱりね、これ引っかかるとね、自動で言ってくれない、まだこの頃、そこまでの便利機能はなかったです。あぶねこいつだよ、出会い頭で削られる。まあだからあの宝箱はちょっと諦めて、いや、もしか、でもな、あそこ重要だからあいつ守ってんじゃねえかっていう気もするよね。あいつ結構鍵とか入っててさ、重要だからあいつが守ってる気もすんだよな。ね、取れんじゃねえかっていう。うん、休憩ゾーンないかな。あ、ええ待って、おおお、待って、どうだ、頼む。ああ、絶対絶命、絶対絶命、絶対絶命。ああ、まあつまりやっぱ鍵かかってるわ、やっぱり。ってことはどうすっかな。よし、わかりました。今回じゃあもう割り切って、ここはね、今回は、レベルアップします。レベルアップ&お金、目的。
いつはそんなに強くねえな。これ正面でもいけ、こいつ正面でもいけない結構、実は。あいつ正面でいけるかも。うん。だとして、こいつ。こいつ無双できんじゃない？ね。こいつ気兼ねなくできるかも。よし。おい。うん。だから、もうちょっとだから。あ、いた。やったー！レベルアップ。100。で、ゴールドがね、2000でさ、鎧買いたいよね。ちょっと地道な作業かな、まだ。あ、でも？え、でも50ぐらい入んない？ 50 ぐらい入んない？結構。ゴールド。ねえ。いや、これ溜まるわ。ちょっと2000貯めていきたい。お、初めてやられた、あいつに。うん。うん。いいぞ。おーい、どこ行った？どこ行った？いなくなったぞ。モンスターいなくなった。来た。よし。よし、もう一匹。よし。よっしゃ、2000行ったんで。よし、ミネラの村に帰ります。この1階は、あ、1階、回復。1階は何もないかね、アイテムは。アイテム。宝箱取り逃しとかあったらいいのにな。ないかな。でもなんか結構、それなりに広いから、あっても良さそうなんだけどな。ないかな？ああ、開けたやつか。開けたやつか。ないか。あ、あったよ。あったよ。鍵だよ。だから、最初に来たとこや。鍵でした。でも鍵さえ手に入ればいろんな宝箱が開けられて、うはうはな予感。ワープ。うん。こいつらはもう敵にならんでしょ。おう。まあいいや。どっちだっけ。あれ？こっち違うか？こっちか。ちょっとミネアの村まで行って、装備をまた整えてって感じかな。レベルこう上がって、100ポイントまで来たからね。ちょっと村長挨拶していくか、盗賊の、盗賊、こうでしたよ、みたいな。
あれ違う？言ったんだけど、これ別に進展しないよ。進展しないんですか？アドル話せよ。しょうがないな。じゃあミネアの村に戻ります。ミネアの村？町？これルビーどうだったんだっけ。これ1200で売れるよ。これ売っていいやつだっけ。あー、これで戻れんだ。でも2000は高いっす。魔物の動きを止められる。高いです。これ多分ルビー売っていいんだよね、多分ね。あれ、それとも探してる人いたっけ。会いましたよ。これ武器とかこう次買った後に前のやつを売った方がいいのかな。でもなんかこうここに揃えておきたいよね。こうコンプしたいよね。鎧買えますよ。こっちかな。よし、買う。イエーイ。うん、これ強くなると。んでちょっと待って、なんか他に行くべきとこあったっけ。あー、そっか、薬ね。特に変わらんか。え、ちょっと待って、なんで。はいはい、ないかな。ちょっと一回酒場も復習を兼ねて酒場に話を聞いてきます。ちょっとね、また次やるとき忘れないようにさ。盗賊手を貸さねえか。いや、貸すけど。盗賊狩りやったら一緒に飲む。一緒に飲む。うん。あ、そんなもんか。ん？あ、これ一回依頼をやったのね。はい。で、終わりか。じゃあ、一旦こんな感じですか。今回は。今回はここまで。ここまでアドルも。強くなってきておりますよ。ほら、ね。ヒットポイントも、また、3分の1は来ました。ね。100分の100。で、こっからまだまだやることは全然序盤ではありますけども、すごいやっていて気持ちいい感じです。ね、今、僕はキーボードでやって、ね。まあ、操作も。そこまでなんか、慣れる必要もなく、結構サクサクやれてるんでね。ボス戦も楽しめましたし、この先もまたちょっとね、まだもうちょっとやりたいかなっていう気がするんで、またチャンスがあったら続きやりますんでね、ぜひ皆さんも。すごいね、本当にイースはおすすめの、レトロ PC のね、アクション RPG ゲームなので、まあイースは絶対やっといてほしいという僕のそういう気持ちありますね。イースはやっとこっていう、まずありますね。ぜひぜひ皆さんも、プロジェクトエッグ並びにエッグコンソールで、出ましたよね。エッグコンソールでも出ましたんでね、気軽にスイッチでもプレイできると思いますね。ぜひぜひ遊んでみてください。
じゃあね、また、次回、まあ、このイースの続きをやるのか、それとも他のゲームをやるのか、ちょっとわかりませんけども、また次回レトロゲームサンデーでお会いしましょう。ではでは、皆さん良い日曜日をお過ごしください。じゃあまたね、パッピー。